こんにちは先日 Amazon は動画配信サービスプライムビデオについて2025年から広告を表示すると発表しました本日はこの件と私の感想をお伝えしますまず Amazon のニュースサイトを見ていきますこちらの動画をご覧くださいこちらがですね Amazon のニュースサイトになります Amazon プライムビデオについてのお知らせとなっています こちらですけれども Amazon が継続的かつ重点的に投資を行っているプライム特典の一つにプライムビデオがあります同サービスの拡大により人気映画作品見応えのあるテレビ番組受賞歴のある Amazon オリジナル作品スポーツのライブ配信の全てを一つのアプリにてご覧いただけます魅力的なコンテンツへの投資を継続しその投資を長期にわたり拡大していくために2025年より 日本でもプライムビデオで配信される番組と映画に制限付きで広告が表示されるようになります。アマゾンは従来のテレビや他の動画配信サービスよりも広告の表示回数を優位に減らすことを目指しています。また広告なしの新しいオプションの提供を予定しており、料金は後日お知らせします。アマゾンプライム会員の皆様には、 プライムビデオに広告が表示されるようになる数瞬間前に希望に応じて広告なしのオプションを申し込む方法をメールでお知らせしますとなっています以上ですいかがでしたでしょうかアマゾンのプライムビデオは今まで広告表示はありませんでしたそれが来年からは広告表示されます来年のいつからかはわかりませんが 早ければ1月1日からになるかもしれません。そして、広告なしの新オプションも提供されるようです。新オプションを利用するかどうかは、広告表示の頻度や時間、新オプションの料金など、いろいろ考慮して判断することになると思います。あまりにも広告表示が多いと嫌ですので、できるだけ広告は少なくしてほしいところですね。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。